山田決算会。こんばんは、山田と申します。さあ、やってまいりました。山田決算会の、月企画でございますね。今月はね、1月ということで、12月分のね、データを見ていこうというわけでございますね。ニコニコオンリーで見てて、なんか、あのね、前が12月ねとか12月の頭に撮ったんですけど、今ね、これ1月ねとかね、ちょっと諸事情あって、まあ、簡単に言うと例の FOMAX 企画ですね。あれの資料作成とかにずーっと追われとったんで、まだ実は、あれ終わってないっちゃ終わってないんですよね。なら、この後、当日、チラシが出るね、ところのやつのデータ収集を一気に行って、そのあたりのデータ収集とね、データリング、来年のね、分に向けたね、データリング、サンプリングしないといけないんで、これがなかなか大変だなと思いつつ、もた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 としておったら、なんともう、やばい、1月終わってしまうと、いうことでですね、慌ててこの決算会やっております。ちょっとね、今日もね、もうこの後ね、1時間ぐらいで寝てね、1時間、2時間、2時間マージンやるか、2時間半マージンやるか、2時間半以内にね、収録終わって、編集してあげないといけないんで、まあまあ、大変なんですよね。見ていきたいと思います。いつもね、ぐだぐだーと喋りますからね、なんですか、この前もね、ちょっとね、一言ちょろっとね、言おうかなと思ったら、気がついたら2時間半回してましたからね、っていうね、驚異的なね、昔のね、収録時間が長づくというね、悪い癖がありますのでね、ちゃちゃっとやっていきたいと思います。ちゃちゃのちゃですよ。どれぐらいちゃちゃかっていうとですね、なんて言ったらいいのかな、ちゃーっていうのはね、だからなんて言ったらいいの、山岡屋のラーメンと、博多ラーメンぐらいのね、差がありますよ。博多ラーメンも、しかももう針金ぐらいに出しますからね、はい、その差はだいぶ違う。っていうくらいにはね、なんだ、どこが違うのかな。いやでも、あれ、どっちも豚骨だもんな、山岡屋。でも、ね、山岡屋はあれ、北の方なんですよね。あれ、どこだったっけ、あれ、本社は札幌だったっけな。そう、あっちの方ですよね。ですから、同じね、豚骨ラーメンでも違いがあるもんやなと思うんですけど、違いがあると言ったらですね、あれ、北方ラーメンも豚骨らしいですね。私、なんか全然知らんかったんですけど、てっきりね、なんか醤油ラーメンにしては、ちょっと独特な味やなと思ってたんですけど、どうも、めちゃ透き通った系の豚骨らしいです。知らんかったなっていうこともあったりしますからね。まあ、豚骨ラーメンといえば、ね、細麺のっていうイメージがあります。あれ、博多豚骨のね、やっぱし、イメージが強いで、ね、そういうようなものになってますけど、そう、ちょうどね、なんかこれは、熊本のやつか、あれは、いつきのやつなんで、やつも売っとったんでね、ちょっとね、棒ラーメンのやつ買ってきましたけどね、棒ラーメンのやついいですよね。なんて言ったらいいんだろうな。なんでしょうね。やっぱ、縮れがないから、またちょっと独特なあれになるっていうのもあるんですよ。棒ラーメンシリーズもね、好きでね、マルタイさんとかよく出してるじゃないですか。いつきさんでとかあったんでね、いつきさんって言うと、鍋焼きうどんのね、イメージがあって、鍋焼きうどんって言ったら、今、味噌煮込みのね、やつとか持ってるじゃないですか。あれとかはね、うちガスだからいいですけど、あれもやっぱし、IH だけど、あれ、IH は対応してないのかな？ね、そんな点とかもね、なかなか大変だなぁと思うとね、やっぱガスのがいいのかなぁなんてこともね、思ってるわけなんですけど、何でしたっけ？うどんの話してたんじゃない？何でしたっけ？何の企画だったっけか。思い出せない。うどんじゃなかったよね。なんで、ラーメンだ。ラーメン、豚骨ラーメンのね、歴史について語る回でしたね。違う。なんだったっけ。決算していきましょう。こんなんだから決算、おめえのプライベートの決算ぐたぐたなんだよっていうね。今月もやばいですよ。見ていきましょう。総じて言うとね、散々ですけどね、ちゃんとね、こっちの動画でね、きっぱりと割り切ってね、ちゃんと事業としてね、分けて考えてますからね、総合的に合わせたらもう赤なんでね、あれなんですけど、そこのところはね、忘れてね、とにかく動画のやつで見ていきましょうというわけでございますね。さあ、いやー、疲れてんだな、ざっともう見てきます。今月の収益、どんな感じだったかっていうと、こんな感じです。11月分は2533円ってことで、12月振り込まれてきたのはこれ2392円。
あ、じゃあ、振り込まれたのがこれですね。12月の数、1月の頭に振り込まれたのが2533円で、で、12月分は、これですね、2545円ということで、ちょっと増えましたね。12円ほど増えました。まあ、ほぼいいものですね、っていう形でございます。結構これで392円と来ましたけど、そこからちょっと上げましたね、っていう感じでございますね。なるほどな、こういう感じになってるんだな、ということなんですけど、で、実際にね、ちょっとね、アナリティクスデータとか見てると、こんな感じということで、投稿数は62本、1日言うて、30日で、31日で62やから、ちょうど1日2本分ぐらい上げてたらですね、なんやかんやと上げてるんだな、ということなんですけど、どんでこんなにある？あ、そうか、3本上がってる時とかもあったからか。うん。で、トータルすると、ちょうど1日2本分ぐらいになってたんですね。でもちょっと投稿数が、この時はね、年末っていうのもあってね、かなり増やして。シリーズで言うと、終始あれかな？このあたりで、クリスマスケーキ特集ずーっとやっとって、で、このあたりからですね、何日？ 10 日からか。10日から、例の、JR 西日本ターミナル駅完全制覇の特集が始まってっていうことですね。まあ、ここから始まってますけど、まあ、ちょっと、だいぶ、母数がどうしても少ないんでね、だいぶ、ランクでの激しい、図にはなってますけど、言うて20歳しては底堅い感じにはなってきてくれてるのかな。ありがたい話ですね。ということでございます。まあ、こんな感じでちょろちょろっと、いいねとかもつきながら、ということで、いいねが70、まあ、1.2 ぐらいでついてるのかな、平均になるのかなっていう感じですね。で、コメントが65、はい。まあ、ほぼほぼ一緒ですね。で、1.1527と。という形で、まあ、コメントに関しては基本的に、1動画に1個目は、自分でね、入りますんで、ウプ用のね、上げ込めっていうのが、勝手に呼んでますけど、ありますんで、入りますというんですけど、まあ、プラス3ね、いただいてましたね、ということでございます、ということでございますね。まあ、こんな感じ。まあ、データにしてみると、こんな感じでしたよ、ということで、さっと見てみると、まあ、数字はね、ポンとちょっと上がりましたね、というところなんですけど、まあ、ほぼほぼの2500前後でいけるのかな。高かったとか、2020年、9月に2900とかありましたけど、まあ、面白いのが、単価と比べてみると、別に、低いところでも、のが単価は高かったで、そんなに再生数がない時でも、ここまで落ちてないし、逆に再生数が、ね、多いからといって、バコンとその分増えるというわけでもないっていうのは、ちょっと面白いところではありますね。そうですね。うん、なるほどな。そうですね。この頃の方の再生数が多かった。これ単純に1日、週10本投稿とかやってた頃かな？ん？週10本投稿じゃない。3、5、15の週25本投稿だ。やってた時だ。週25本投稿で、月100本投稿、4週100本投稿やってた頃ですよね。これ投稿数が200とかありますもんね、月で。うん。なんで、この300、200とかの時の方が、やっぱり再生数もね、必然的にやっぱ、量が多いですから、増えるんですよ。そこだとそんなに単価が上がってなくて、単価でいくと、これ再生当たり単価っていうね。でいくと、やっぱ、今日ね、なんなら先月の方が良かったくらいでもあるんですね。まあ、少なくても結構底堅く、ちゃんと活動してると、振り込み入ってくるっていうのはすごく、これはありがたいですよね。それだから新規で始める方ですごくいいんじゃないかなという気はしますね。しかも、単価がね、一番低いところで、この10円だった時はね、置いといても、途中から始めてますからね。これ5月の途中から始めたんで、ね。まあ、ここは置いといたとしても、他のところだって、ここら辺とかでも 0.4 円とかありますからね。うん。で、1.6 とか、この辺りだったら 1.6 とかでしょ。ですから、ね、今 0.2 円を切ってきてると、ね、散々 YouTube の方がその辺り、今、厳しくなってるよっていうのがね、わーわー、参加の下がりも厳しいよと言われている。ね、安いところだと、再生値単価 0.6 円とか、1円切るよみたいなことをね、1円切るの当たり前か。向こうで当たる。0.6 だったら高いんだ、向こうは。0.、
そうですね。0.2 円とか、1再生あたり、0.100万再生で10万、20万、うん、とかっていうような、とこら辺っていうようなね、計算だったりするんで。その中で、だからすごいところだと 0.06 円か 0.1 円切って、0.06 円とか、どこだっけ、インドネシアとかだとそれぐらいになるっていうような話なんですよね。うん。っていうようなとかがね、出てましたから、っていうのを考えてみると、あ、そっかそっか、うん。ベランボに、高い、数値にはなるんで、うん。本当、新規で始めるなら、こっちから、ニコ動でね、経験積むっていうのも全然ありじゃないかなと思います。正規機能がね、制限されてる分、やれることもね、なんていうの、そんな、凝ったことをする必要もなくなってきますし、まあ、だいたいゆっくりボイスが多いですかね。ボイス合成ソフトを使ってやる、ゆっくりさんとか、ズンダちゃんとか、今多いのズンダちゃんと、ことの始まりか、ね、あたりが多くて、まあ、見てると、やっぱ、この、ここは今三強かな、よく使われてるのは、で、私が見るやつは、この3人が多いかな。3人ってか、ことの端前は、2人だから、まあ、ちょっとあれだけど、あと、ゆっくりも2人だ。ゆっくりも2人だから、まあ、あれだけど、うん、っていう感じですよね。うん。っていうところらへんかな。ゆっくり2人じゃないか。一応3人分あるか。うん、だいたい。っていう感じですよね。っていうようなのは置いといて、なんだったっけ。まあ、こんな感じでしたね、ということでございます。まあ、ですので、まあ、傾向としては、やっぱ安定して入ってくるっていうのは結構かなり傾向としてあるのかなって気がしますね。で、この間の、まあ、相変わらず男性、圧倒的に男性が多いとかそうですけど、アクセス元で言うと、動画紹介、やっぱ広告打ったのは大きかったのか、結構、今回、頑張ってね、JR 西日本ターミナル駅が始まるっていうのもあってね、あれのシリーズの PV とかをかなり多めに売ったので、それが結構やっぱ見られてるんだなというところですね。で、動画別レポートで、再生数順で直近で出すと、これ直近30って今の30だからちょっとあれか。また変わってくるのか。12月の30日間だと、電動化レポートで、あんまり上がってくれないな。これ YouTube の方で一応見てみるか。もう今一緒になってますからね。YouTube の方だとどんな感じだったのかっていうと、よいしょ。一応ね、見方はあります。で、まあ最近ちょっと増えてきますからね。ありがたい感じで。カスタムでね、これはもう12月で選んだりは入るんですよ。まあ、4600再生あって、アベレージがそこが100ぐらい。一応100はそこがタップになってるのはありがたいですよね。って言ってたら最後に切ってるわ。怒涛のように上げた時に、めちゃくちゃ下がってるよね。っていうのは期待しまして、なんだったっけな。でもあんまりそっか、連動してないな。YouTube の方は古い動画がずっとやっぱそこが高く入ってますからね。新しい動画だとここか、瀬戸内市内の、船でね、移動してる模様と、あと、あれね、ひろゆきの、アナウンスか。もう電車入ってきてから鳴り始めるっていうね。いや、遅すぎないかっていうね。やつとかが上がってきてます。あと、IOE か。この辺りとかなんですね。50冊とかかかるんですね。で、やっぱし、2019年とかに上げた動画がね、まあ、特に、まあ、この辺りの YouTube とかの会員会とか、とか狙い通りは狙い通りですからね。こういう風にして古い動画でも、ちょっと増えてるやつは、やっぱ伸びるなという中で、一応今年のね、2022年ちょっと総括する感じでいくと、なんか満腹やって、やっぱその強いワードを入れるってのは大事だなということで、ちょっとね、企画としても考えてるのが、ここにリサーチってことあるんですよ。で、ここで実はこの、アナリティクスリサーチっていうのをやると、トレンドに、どれぐらい近いのがあるのかっていうのが、これで見れるっていうのがね、スタースペースって言うと、全然ない、少なすぎるらしい。視聴者による検索とかってこういうのも見れるんですよ。で、やっぱ見てみると、家系ラーメン満腹屋っていう、やはり、
調べるときに、満腹や、この辺りとかで、調べてくれてる人が、どこ行ったって感じで、やっぱ満腹やとか、この辺りが全体的に調べてる人の量が多いんでしょうね。まあやっぱ満腹は強いね。これ今 YouTube のやつが出てくるけど、あ、ここに出てますね。検索頻度が高いかどうかというんで、Google トレンドとかに行くと、こういうぐるぐるトレンドっていうのがあるんですよ。これもまたちょっと今度やってみたいんですけど、こんな感じで、満腹屋っていうワードがやっぱ、検索に上がってくることは多いっていうことで、こういうふうにして比較して、例えばバスケットで来ると、ね、ずっと出させて、出る。これはひどいな。出していったこと、全然入ってないね。これからこうやって使い切れると何が喋られてるのね。こうなる使い切れると何が、あれかな、川崎英語に喋る人って言われる。岡崎英語に喋る人とかやっぱ多いんだな。80とかそれぐらいあるんだ。これ東海オンエアからどうなる？東海オンエアになると、東海オンエアだと、大阪にしてるのか。人気度で行くと、相当発、ここはすっげえ高いな。何？あああれか、てっちゃんの、結婚報告があったときですね。で、傾向としてはもう、ザッドミナントで、こんな感じで、アメリカ人は厳しい、日本っていう、わかりやすいな、なるほどな、っていうのも出てますけど、これどうなの？ヒカキンさんとかだとどうなんだろう？ヒカキンさんのが少ねえな。でも、ヒカキンさんは海外からの検索も結構入るんですね。レペゼンド入れたらどうなるの？あ、レペゼンフォックスだとすげえな。こういう風になるんだ。検索、どこかとよ。日本だとやっぱ東海オンエア強いけど、アメリカに行くとちょっとこうまた変わってきて。面白い結構ですね。ファンデキアの東海オンエアが増えとって、あと、ガーシーね、やっぱ強いんだ。ガーシー入れるとどんな感じなの？ほぼほぼやっぱ日本なんですね。やっぱな、というふうに見ていくと、やっぱ世界のね、トレンドを調べるとかっていうのもね、大事になってきますね。うちはね、グローバル戦略もね、当然になってきますね。トヨタ。トヨタ東海オンエアだったらどっちというとね。さあ、トヨタは家庭で調べられてるでしょ。そう。まあまあ、やっぱ海外増えますよね。なんならジンバブエ。ジンバブエとかが多いんだ。なぜか。アメリカ、カナダ、日本が逆に2になるんだ。こんなだと。あ、ギリホンダの方のが検索多いんだ。おー、なるほどね。面白いね。すでにだとだと。あ、でも、そうなんだ。テスラ、そんなに上がらないんだ。逆にほとんどこっちの方だよ。テスラの検索が多くて。こういうような比較ができるのが楽しいですね。ちなみにこれで、東海領主、東海。やっぱこっち、圧倒的に、日本だと東海オンエアの方が多くなって、っていうのはあったりしますけど、こういうような感じで、シェアとかそういうのを調べることができたりするっていうのが面白かったりしますね。これ、っていうのがね、見えたりするね。これとかを、使ったね、またね、トレンドにね、しっかりと乗った企画とかもね、考えていきたいなと思っております。乗るときは徹底的に乗っていこうっていうね。
なんと波に乗れる人間だったらこんなことになってねえよと思いながら、一応そういうような考えておきました。で、違う、あっちだね。こっちの方ね、と見たいんだけど、使用条件。パッパッパッと見てみると、12月分の、直近で上げたやつでデータとか。Facebook の活動予定は、これだと、そっちの1月の方のデータになってくるんだよ。先月のやつは、先月のやつは下に出てくるのか、こっちに出てくるから、12月放送のやつだと、やっぱ PV が直接入る方が多いのか。なるほどな。うん。それでこっちとか。この前に上げてるやつが、やっぱ定期的に入ってくれるのはすごくありがたいですね。うん。言って39円稼いできてくれるやつが、今、動画1000本ね、あるってことは、こういう感じで、巻き絵をしておくと、やっぱし、効果としては、大きい。これがどっちかっていうと、安定化を支えてるかもしれません。これなんかが30円稼いでんのね。室内でできる陸軍体操が。だって、単純に 0.2 円計算でいったら、15の150、1500再生分ぐらいって言うわけだよね。150再生か。うん。分ぐらいですよね。大きいな、へぇ。これなんかが、今、再生が、74再生か。はぁはぁはぁ。74再生で、まあ、大きいですね。うん。なるほどな。こんな感じで、結構、当月のやつで影響あるやつも、今月のやつが、そんなに稼いできてるという、のでもなく、古い動画の方のがやっぱし、なってくるというのは、まあ、うちのところが一応、だいぶ狙いにしとったところではあるとはいえ、結構その傾向が強いんだな、というのは、なるほどな、見ておりますね。なるほどな。で、今のやつだと、こんな感じで、まあ、0.1 円、2円とかってやるとずらーっと並んでいて、っていうところで、このあたりがね、また、まあ、この多分、恵方巻きシリーズは後から伸びるってことはそんなにないと思いますけど、JR 西日本シリーズがね、言うて、1、2円とか入ってくる予定のやつがあるんで、うん。このあたりとかが、今後どうなっていくかっていうところですね。なるほどな。結構やっぱ過去作品がしっかりと、なんやかんや言って、影響を出してくれるというのはありがたいですね。なるほどな。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。累計収入、結局どれが一番多いの？結局、ショーツというかな、多いんだ。っていうのかも、分かってきたりするんで。まあ、このあたりとかはね、まあ、これやっぱ短い動画の方のが、ニコ動は好まれる傾向ありそうですね。縦動画なんで、正直あれだと見にくいと思うので、あれかなと思ってます。まあ、そのあたりとか、ちょっといろいろ考えながらね、やっていきたいなと思っております。いう感じかな。まあ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 、そんなに喋ってない。ああ、26分あれ、意外と喋ってたな。うん。じゃあいいか。まあこんな感じでございますけど、それまたね、すぐに次変わるんで、結構、近いうちに、もう今回この、あ、もしかしたら、1月とね、1月のやつと2月のやつは結構、新品で公開になるかもしれませんけど、まあそんな感じでいきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ということで、この動画はね、これぐらいで締めさせていただきたいと思います。話すのも失敗じゃないんだね。ということでね。まあ、こんな感じでしたよということで。まあまあ、傾向としてはやっぱ、うちが動画投稿本数が多いというのもあるのか、どっちなのか、あれ、わかりませんけど、もしかしたらそういう傾向が強いのかもしれませんけど、結構収入がね、安定化するっていうのは、あんまり再生数が減ったらそんなにガクッと下がるとかっていうのでもないっていうのも結構、
YouTube の単純にあの広告収益、あの再生数に対する単価計算とはちょっと違うんだなっていうのが結構見て取れるんで、そのあたりはやはり面白いなということで、ちょっと興味深くね、チェックしていこうと思いましたということでございます。この動画はね、これぐらいで締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。締め良かった今のね。なんか良くない締まってない気がするな。ぐらぐらやる？ほっか、いいわ、全然そんな時間ねえや。締めてます。